高齢化社会が進む中、老人の地方疾患等の医療に万全を期すため実施している高齢者の医学医療に関する研究助成金決定通知交付式が4月16日笹川記念会館で行われました。平成5年度高齢者の医学医療に関する研究の助成金決定通知交付式を開催いたしましたところ、ご多忙中にもかかわりませずご出席いただき誠にありがとうございます。皆様すでにご了承の通り、我が国が世界一の長寿国となりましたことは誠に喜ばしいことでありますが、反面介護を必要とする高齢者に対する社会の受け入れ体制は未だ十分とは申せません。高齢者介護の問題は今後20年間に2倍以上になる予測され、我が国は対策を急ぐべき国民的課題であると思われます。よろしくお願いします。今までの狭い専門分野にとらわれないような先見的な個性的な研究を私たちは関係をするということで講じしました。さらにエイジングあるいは予防医学的なアプローチも加えて推薦を願ったわけでありまして、それ以外に高齢者の性に関する研究というのを指定研究としました。まあ、こういうことで年々応募は増える一方でありまして、今回は今までに比べると最高に多くて104件でありました。この助成金は笹川医学医療研究財団が昭和60年度から全国の医学大学や研究施設の研究者に対し交付しているもので、今回は全国の各機関から104件の申請があり、その中から東京都老人総合研究所の白川拓司研究員をはじめ32人の研究者に総額5000万円が研究費として交付されました。このような栄誉ある高齢医学の到来の助成金を受けることに大変身の引き締まる思いがいたしております。若干個人的なことで申し訳ありませんが、3つのことを申し上げて研究の成果にしたいと思います。1つは先ほど来主事の方からいただいておりますように、この助成金を効率よく使わせていただきたいというふうに努力をしたいと思います。2つ目には研究というものはともするとイージーゴーイングに流れることがありますので、我々の高齢化社会がまさに我々自身の研究者に降りかかった火の粉として厳しい態度を持って接していきたいというふうに思っております。3つ目といたしましては、とは申しましても研究というものは時に他へ流れることもあります。そういう意味で若干その変更その他が起こるかもしれませんけれど、大切なことはその変更の中で新しい感性を持って新しい起点を見抜くことだろうというふうに思っております。大変雑白でありますが、このような決意を持って私たちの社辞に返させていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。